フィリピン人との恋愛って楽しい？あえて客観的な意見を聞いてみたのは、福岡からマニラに来て、友達のリチャードと住んでいたちょっと変わっている京子ちゃん。結構危ない場所とは知らずに通っていたマラテ。その頃住んでいた MRT のビトクルーズ駅近く、デラサール大学向かいのコンドミニアムで隣同士の部屋だった。圧倒的に多いフィリピーナと日本人男性の組み合わせの中で、逆パターンは珍しかったからどんな感じなのか興味があった。日本人女性から見たフィリピン人相手の恋愛、とにかく優しくて、でも頼りになるんですよね。のろける彼女の言葉には説得力があった。ケソンシティのゲストハウスを離れて通信環境に困った俺は、当時フィリピンでまだ高かったモバイル Wi-Fi ルーターを求め、モールオブエーシアに彼らと向かった。京子ちゃんより背が低いリチャードは、彼女の大きなバッグを持ち、その手をしっかりつないで、人混みの中をぐいぐいかき分けていく。その後ろ姿は、日本にいる時の矢崎さん&ノリのカップルと大きくダブル。トイレを探していた彼女に代わって、モールを歩く人に率先して場所を聞く。日本語しか話せない京子ちゃんにとって、3カ国語を使い分けるリチャードはそれだけで頼りになるんだが、ドアを開けたり、直接日光が当たらない席に彼女を座らせたり、道路側を歩いたり、当たり前なのに意外とできないレディーファーストを自然にこなす。こいつがモテる理由が分かった。フィリピン人同士の恋愛に学ぶモテる男女とは、恋愛に限らずフィリピン人に日本の古き良き部分を垣間見ることがよくある。両親やお年寄りをリスペクトすること、兄弟のことを思うこと、家族で助け合うこと、障害者をいたわること、子供を大事にすること、日々のニュースに耳を傾ければ今の日本がどれだけ異常かに気づく。フィリピン人同士の恋愛を見て思った。やっぱり男は男らしい方が、女は女らしい方がモテる。仕事を頑張るフィリピン人女性から見ても、仕事をしないフィリピン人男性は恋愛対象になりにくいし、ちゃんと仕事をしている日本人男性の人気があるのもうなずける。逆に料理など家事がそれなりにできないフィリピンよりも、やはり家庭的な女性の方がモテている。パンパンが出身の女性が料理の得意ぶりをアピールするのはそのせいなのか。この傾向は外国人には顕著だが、日本人同士でも本質的には同じはず。それは原始時代を考えればわかる。女性から見れば、男が狩りで獲物を持ち帰らなければ家族が飢え死にしてしまうことになり、種の保存にとって致命的。逆に狩りに出ている間に子供を守り、住処を確保するのは女性の大切な仕事だ。個人的には女性の男言葉が究極に苦手。日本語は若い世代を中心にかなり崩れてきている印象があるので、逆に言葉遣いが女性らしく綺麗なだけでも、美人でなくても魅力を感じる。フィリピン人男性の口説き方に見る恋愛の本質。見た目をとってもフィリピンの芸能人は程よく筋肉質でがっちり男らしい人が人気がある。日本のジャニーズなどのタレントはオカマに見えてしまうらしい。結局は好みの問題でもあるが。フィリピン人男性が求愛する時の伝統的なスタイルは、女性の家に花束を持って会いに行き、ギターを弾いて彼女のために歌い、家族として受け入れてもらうために女性の両親や兄弟と時間を共にする。日本で同じことをしたら危ない人に思われるが、メールで別れを切り出すような情けない男や、バーチャルにしか興味がない草食男子は彼らの情熱を見習った方がいい。優柔不断よりはリードしてくれる男性の方が人気あるのも自然。女の子を喜ばせるためが全てのモチベーションと、半分冗談、半分本気で言ってるが、周りの輝いている男性を見ていると、これがあながちいい加減でないとわかる。男はモテたい生き物であり、それも表面的だけではなく、内面や本質から自分を磨く努力をしている人は男から見ても光っている。ただチャラチャラしているだけの男とは根本から違う。ここに集うモテ仲間とは、見た目はもちろん、本質を磨く努力を共に続けていきたい。